アナリー・ティプトンはアメリカ合衆国の女優、ファッションモデル、元フィギュアスケート選手。アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスの生まれ、2歳半からスケートを始める。7歳でフィギュアスケート個別競技に参加。シングルで全米シンクロナイズドスケーティング選手権に数回出場する。その後、ペア競技に移って、パートナーのフィリップ・クックと共に2度にわたり地区優勝を。 はたし、全米ジュニアフィギュアスケート選手権に二度出場する。しかし、身長が177センチメートルにも達したため、16歳でフィギュアスケート選手を引退した。その後もアイスショーのチャリティには出演し続けている。引退後、モデル活動を始める。ロサンゼルスにあるモデル事務所と契約し、毎年春と秋に開催されるファッションイベントであるロサンゼルスファッションウィークで、 デザイナー・ケリー・西本の秋コレクションのランウェイを務める。2008年、タイラ・バンクス司会、制作のリアリティ番組、アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル・サイクル11に出演し、人気を得る。大手モデル事務所、フォード・モデルズと契約。マリエ・クレール、セブンティーン、ボーグなどのファッション雑誌に登場する。また、フォーエバー21やゲッスなどの広告等になる。2010年に行われた、 ロサンゼルスファッションウィークでは、スキングラフト、メルセデス・ベンツ、ゲス、ニック・ベル・レオス、デイビッド・アレクサンダーなど、複数の企業やデザイナーの広告等、ランウェイを務める。2008年にテレビドラマ、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則に、ゲストとして、初テレビドラマ出演。その後、2011年に、グリーンホーネットで映画初出演を飾り、 同年公開の映画、ラブアゲイン、2013年の映画、ウォームボディーズや2014年の映画、ルーシー、ルーシーにも出演を果たす。ウィット・スティルマン監督の映画、ダムゼル・イン・ディストレス・バイオレットの青春セラピーで、グレタ・ガーウィグ、アダム・ブロディラと重要な役で共演。2014年に放映された ABC のロマンステレビドラマ、私と彼とマンハッタンに、 主要な役柄でレギュラー出演したほか、同年公開のロマンス映画、君といた2日間にマイルズ・テラーの相手役のヒロインとして出演する。ありがとうございます。